R グランプリ5位グリッドのシューマッハですが、なんとエンジンがかかりません。みんな出てっちゃいます。回せ回せという指示をしてますが、かからないんですね。気温が暑かっただけに、これパーコレーションかなんか起こしてるんでしょうね。そうですね、この日は非常に9月末でしたけど暑かったですよね。さあ、やっとエンジンがかかりましたが、最後尾からのスタートとなってしまいました。前が渋滞なんで、思い切って自分のこう走りができていないですけれども、まあ、この辺り焦ってぶつかっちゃ元も子もないんで、まあ、慎重にと言いますかね、ポジション場所を選びながらかつ追い上げていくシューマッハです。コースの空いているところを探すだけでも大変ですね。本当にね、この辺りは大変ですけれども、上段勢をまず捉えていきますね。そして次はまた出てきましたマーチ勢ですね。ハバートが今スローダウンしました。ジョイグリッドからスタートするのとは違って結構慎重に本当走ってますよね。ここで本当にぶつかっちゃうとどうしようもないんで、まあ、でもこのオープニングラップだけで、順位はですね20位に確か上がってきました。ポルトガルの最終コーナー、早めに4速にシフトアップして、あとアクセルコントロールで車速を上げていく、コントロールしていく、まあ、そしてまずマーチをストレートの全般で簡単に抜いてきました。バイザーも汚れますよね。どこからでも行けるぞという余裕が感じられますよね。インカレも来ました。車速が上がっていくから、こう間隔が縮まっていくのはもうこっちのベントンが速いっていう証拠ですよね。そうですね。そしてまたうまいや